ぱい買っていってくれよな。これでいいのか？ありがとな。何にするんだ？また来てくれよな。行き先を選んでください。では先に進みましょう。フィールド展開。フィニッシュ。
きな穴ですね。これも声はこの奥から聞こえて、いえ、それは全然問題ではありません。さっさと入って。また来てくれたんだ。これでいいのか。ありがとな。何にし、また来てくれよな。目的地を目指します。では先に進みましょう。
ショットならあの魔物にも対抗できるはずですから。キーキキキ魔界植物くん、そこの人間消化までは時間がかかるはずです。宝台様、急いで倒してください。Yeah.
いところでした。お見事です、宝台様。見てください。あれ、なんで。宝台くん、多分放っておいても大丈夫ですよ。おそらくフェロモンショットの余波に当てられたのでしょう。いやー、クロナがいません。いつの間に。少し、あの悪魔、これだけ大きないたずらをしておいてまだスタンプが溜まってないのはおかしいです。私も悪魔学校の補修内容にそこまで詳しいわけではありませんが、補修程度であれば普通は数人に軽い不幸を与えれば済むはずです。もしかしたら何か勘違いしてるのかも。あの悪魔、見るからに当たっ、私もむやみに争いたいわけではありませんし、その線で探ってみましょう。何ですか、宝台様、私何かおかしなこと言いましたか。